はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。まもなく6時ですね、9月は27日の金曜日でございます。まあしかしね、びっくりしましたね。高市さんが1位でしたよね。1位で入った時にはですね、これはもう間違いないと思ったんですけど、逆転ですね。まあ3位だったですね、小泉進次郎の票がですね、小石川連合で大量にですね、石破さん側に流れた結果ということだと思えるんですけどもですね、まあね、一番大事なのはですね、選挙、総選挙に勝つことなんですよ、自民党にとって。それで多分高市さんになるのを恐れたんですね、進次郎チームはですね。高市さんだとですね、長期政権になる可能性があると踏んだのかもしれませんね。で、石破さんだと短期政権で終わる可能性があると、まあそこまで深読みしたかどうかは知りませんけどもですね、まあ菅さんなんかが裏でいっぱい動き回ったんでしょうね。しかしね、日本国にとってですね、石破さんか高市さんという二択になればもう完全高市さんのはずなんです。アメリカと上手にやれます、石破さんってほんまに、あの顔でほんまに何言ってるかわからないでしょ。日本人にとっても何言ってるかわからないんですよ。ましてやせっかちなアメリカ人にですねと話したときにですね、コミュニケーションできるんかなという気がしますね。笑顔で暮らせる安全で安心な国にいて、もうすでに笑顔で暮らしてるやん、僕ら安全で安心な国やと何を言うてんのこのおっさんと、まあ一時が万事これなんですよ、石破さんという人は。何言うてるかようわからん、何言ってるかよくわからんで、これからもその何言ってるかよくわからん話を我々は聞き続けなければならないですよ。聞きませんけどね、私は。でもまああれ黙ってても耳に入ってきません、こっちは。ニュースに出てくるし、いやーこれね、ものすごくですね、支持率が低迷する。まあ最初はいいでしょうけどね、発足直後はそれは5割6割はいくでしょうけどもですね、あの顔で、あれでしょう、あのコミュニケーションでしょう、もう失速間違いなしなんですよ。菅さんも失職したでしょ、岸田も失職したでしょ。まあ菅さんと岸田はね、もともと何も考えていないって構想のない人なんですけども、この石破という人もね、多分何の構想もない人なんですよ。なんかそれらしいことを言うててですね、自分は賢いと思い込んでる人なんですね。でいろんな知識があってですね、政策に明るいというふうに、まあ岸田や菅さんに比べてですね、その辺は多少こましなのかもしれませんけどもですね、自分の頭でものを考えているタイプではなくて、単にいろんなことを知ってるだけちゃうんかなという気がするんですね。でまあそれはいいんですけど、別にそんな人でも別に構いしませんけど別に、ただね、要はね、うまくやっていけるかと、国民とうまくやっていけるかということを考えたらですね、ちょっとまずいと。でね、別にいいんですよ、それはそれでも僕一番嫌なのは総選挙に負けるということなんですよ。でこの人多分すぐには解散しないと言うてましたね、確かね。なうにゃうにゃとなんかわからんこと言ったでしょ。だいたい何言ってるかよくわからんんですよ、この人の場合。この人は何言ってるかよくわからんから、でも幹事としてはそう、来月解散とかいうことではなさそうなんですよ。でやればやるほどですね、この人多分支持率下がるんですよ。半年持つかなという感じがするんですね。で国民ってね、こうわけわからん、何言ってるかわからんのを嫌うんですよ。で特にこの喋り方がね、うにゃうにゃでしょ。うにゃ、岸さんはね、まだね、まだはっきりと言うてるんですよ。ただ内容がぐちゃぐちゃなんですけど、この人内容がぐちゃぐちゃなゆえに、何言ってるかうにゃ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 ってしゃべるでしょ。多分それが変わることはないと思うんですよ。進次郎みたいにパシッパシッパシッと言ってるけど、なんかおかしいって言うんじゃなくて、うにゃ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 と言ってて、なんかようわからんという。で中身はね、ようあるように見えてないんですね。いやだから要は支持率が下がっていくと。で来年の今頃までのどこかで総選挙しなければならないですよ。
でありそうなのは来年の衆参、同時というのがありそうです。あるいはですね、あるいはもう今年中にやるかもわかりませんけど、早ければ早いほどいいんですよ。早ければ早いほど負けは少ないわけです。あの最悪ね、ただでさえ今下がってるでしょ、自民党の支持率。なのにまたこの人が下げたらですね、それこそ単独過半数どころかですね、あの自公でもですね、過半数が危ういということになりそうな感じがしますね。当落線上の人って大体落ちるんちゃうかなと。まあ今その野党がそんなに大したことないでしょ。まあ立民は野田さんになってですね、多少安定感が出ましたけど、別にその躍進するっていう感じはない。で幸いにして維新はあかんでしょう。だそれはそれでいいんですけど、まあそれにしても勝つということはなさそうなんですよ、次の総選挙で。でどんだけ負けるかっていうことですけど、これはなんかもう今から負けパターンですね。なんで自民党の人たちって高市がよほど嫌いやったんでしょうねで、あの新次郎系の人はがですね、やっぱり高市を嫌ったのかもしれませんねあのいやしかしで、アメリカとうまいことやっていけるんですかこの人多分無理やと思うんですけど、ハリスになってもトランプになってもですね、合わないと思うんですよ。だって日本人とだって合わないです日本人とだってね、名誉は少ないわけでしょ。で密かにね、この人の影、あの密かにこう中国の影がちらつくんですよ、この人が。それでね、それをね、アメリカは十分調べるでしょうからですね、調べてこいつはやばいとなったらですね、アメリカに相手されなくなるんですよ。日米関係がね、冷たくなるっていうのは我々にとってはですね、全然よろしくないんですよ。いやでもかなりいいですね。こいつやったら新次郎の方が良かったような気がしますけどねまだ勝てるやん、絶対選挙に。特に10月にやるって言うてたしでしょ。これほぼ負けるやつをなんで選んでんの、あんたらってほんまにこれだからこいつもし1年以内、多分1年も大変のちゃうかなと思うんですけど、1年で終わったらですね、また日本はガタガタしてるという印象になってしまいますね。いやなんか自滅行為、ちゃうんかなと思います、いやちょっとなんか嫌ですね。だからまあ株価もですね、ガンガン下げてるでしょ。時間外でですね、恐ろしいことになってますからね。こう2000円ぐらい下げてます、何がこのですね、嫌われてるのか知らないけど、まあ時間外で大体2000円ですね、下げてます。で円高になってますね、なぜか。この人で円高ってよう分かりませんけどですね、まあまあこれからおいおいそのですね、この方の政策というのが論議されていくでしょうから、そのあたりで見極めていかなければならないですけどもですね、まあ今のところですね、市場からはですね、冷たい目で見られてますねいや選挙負けるやん、負けてほしいないんですけど、選挙負けるとね、もう下手こいたらまたね、またこう野党連合みたいなのが政権の体だと、もう悪夢ですよ、それはっきり言って、もうまあ景気は確実に悪くなりますね、はい。ということで一応ですね、この自民党のヤフーの、ね、サイトでも貼っておきましょうか。はい、皆さんどうもありがとうございました。